場所、提案した場所でやってみようって。本当？おめでとう。おめでとう、よかったじゃない。かよちん、まきちゃん、ありがとにゃ。二人ともいくつか候補を考えてくれてたんだけど、どうしてもってあの場所に連れて行ったんだ。そうしたら二人もあそこがいいって、いい場所見つけたねって褒めてもらっちゃったにゃ。リンの素敵な PV を作りたいって気持ちが海と望みに伝わったのね。本当はピンときたって言ったけど、本当にいいのかなって不安だったりもして。でもかよちんもまきちゃんもいいって言ってくれたから、それで自信が持てたんだよ。リンちゃんがリリーホワイトのことをいっぱい考えてたからだよ。今回はリンの直感が正しかったってことね。まあ変な自動販売機を可愛いって言い出した時はどうしようかと思ったけど。へえ、あれはあれで可愛いと思ったんだけどにゃでもいい場所が見つかってよかったよね。きっと素敵な PV が撮れるよ。うん、それでかよちんたちはどうだったにゃ。今度一緒に候補の場所を回ってみて、それで決めるんだ。レディーホワイトに負けないくらいいい PV にしてみせるね。楽しみにしてるにゃお、マキちゃんどうしたの？何か嫌なことでもあったにゃ。え、そうかな。いつもと変わらないように見えるけど。まったく、リンの直感って侮れないわね。でも大丈夫だから。ほら、やっぱり今度はリンがマキちゃんの力になりたいにゃ。うん、遠慮しないで言ってほしいの。ほんと、別に大したことないんだけど。じー、わかったわよ。言うから。ニコちゃんとちょっと言い争っちゃった。